引っ張ったあたりは高く上がりました。おっと屋根に当たってスタンドに入っています。今のこの柳田の大きなファール、屋根に外崎だけがヒットがないというライオンズ。その外崎にはヒット、おっと落としましたが、二塁ランナーホームに帰ってきて記録はヒットになりました。この先にもタイムリー、そしてこの先にヒットが出たので、これで先発全員安打になりました。バッター回りました。フォークできました。ショートゴロです。紅林待ち構えます。取ってすぐに一塁投げて送球それで判定はセーフです。タッチを7番がかいくぐりました。記録はショートのエラーとなっています。でも7番も足結構速いですね。ちなみに好きなジャガイモ料理は何でしょうか。いやもう面白いことは言えないんですけど、肉じゃがが好きです。ジャーマンポテト。中川圭太選手のヒーローインタビューでした。何かと農産物に縁があるという中川圭太選手、紅林選手のジャガイモをつけたマイクでヒーローインタビューに応じてくれました。紅林選手のジャガイモをつけた バファローズ先発の東が2回の表見事な投球を見せました。